はいどうも、ふめでおです。今回ですけど、スケアリードレスマレウス狙いでガチャ引いていきたいなと思います。スキル3なんですけど、スキル4にしていきたいなと思います。はい。ということで、これ多分サバカで動画上がってると思うんですけど、はい。メイン赤の方では、多分、スケアリードレスマレウスの、まあ、育成論みたいな感じで、スキル、どんぐらいがおすすめですよ、みたいな、そんな動画が上がってると思いますので、ぜひね、そちらもご確認ください。ということで、4体手に入れなきゃいけないんですけど、確率 4% か。4% ね。OK。マレウス 4% です。シアカンスキル5です。ちょっとお腹空いております。私、夜11時47分ですけど、お腹空いております。今食べたらデブになってしまうので食べれません。はぁ、暑くっすよね、夜中ね、深夜ね。みんなって深夜お腹すいたらなんか食べるんすか？全然関係ないお話してますけど食べますかね、その辺も教えてもらえたらなと思います。で、スキャリードレスマレウス狙いでね引いてる方も多いと思うんですけど、月末イベントですね、新ツムのみで遊べるイベントになってるんで、まあ、スキャリードレスマレウスねかなりおすすめのツムかなと思うんでね、まあちょっとね、持ってない方は、ぜひ確保しておくといいんじゃないかなと思います。うりー。全然出ないじゃん。全然出ないじゃん。これ4体って結構きついんじゃない？ 4% だよね。めっちゃコイン引くんじゃない？今思ったけど。だってセルボ 8% だから、今よくよく考えるとこれえぐいガチャやってない？これ。いや、えぐいガチャやってるわ、俺。多分、確率的には多分300万で4体だよね。いや、やってんな、これ。やっちゃってるわ、これ。ウェンディー！ウェンディー強いっすよね。いや、やってますね、俺、これ。これ、あれだな。新ツムの、これマレウスが出た時にやっぱスキル4まで持ってくべきでしたね。べき。そういうべきでございました。そうだよね、4% っすよね。新通登場の時は 6% やったっけ？ 6% ぐらいですね、確か。で、他 8% みたいな感じだったと思うんですけど、やっぱ 4% になってね、確率が 2% 下がって、だいぶきついガチャになっちゃうんですよね、こんな感じで。出る気しねえもんな。どうするこれ。スキチケぶち込む。スキリオン使いたいんですよね。いや、これ出る気しないな。1048万から、引いたんですけど、イデアチャーム、他の追跡魔来るな。ガストーン地球にテンション上がるやつ怖えだろ怖えやつ出ちゃったわ俺。ガストーン来たー。一番熱いツム来たやん。いや、スケマレ全然出ね。違うマレフィセント、違うマレ来たけど、ね、通常マレフィセントだね。ハースラーハムースキリオン、ありがとうございます。いや、他の熱いツムが来ますね。さっきからウェンディとかハムとかガストンとかハムーハムの出がやばない。ハムの出やばない。アズールも来ますね。スケマレは来ないね。いや、これはちょっとやったかもしれんな、マジで。これはやったな。これやってない？マジで。マジでやってる気がするんだけど。もう100万使って0体でしょ、だから。レオナ、サルスゲット、やべえってこれ。マジでやべえと思う。
クラブ。やってんねー。いや4%出ねえぞこれ。マジですか。リューチェル来ました。ドリ、完全にやってますね。300万円で4体も絶対出ねえぞ。300万円で1体も出ないかもしれん。ちなみに三が日セレボはこの 4% より低いんですよ。確か 3.85% とかじゃなかったっけ、26分の1って。これだけ出ないよっていうところは、まあ、お見せできる、できてるんじゃないかな。今もう30万使ってますけど0体です。こういうバースデーアナなんとかさ、ハムなんかも2体出たりしてね、この 0.68% 高の確率で貸しない。 4% そんなね、 4% だったらもっと出ていいでしょ。100分の4でしょ。きちいね。いや俺これミスったな、マジでミスったわ。 4% はきついな、マジで。でね、いやお前さんも2体目やん。 0.68% そんな偏ります。同じの不倫ライダーもさっき来てなかったっけ。来てねえか。え、いやこれきつー、きつー、きつすぎるっす、きつすぎるっす。皆さんこんなのにコイン減らしたくねえんですけど。レオナさんの2体目ですか。いや3体目やん。これ未所持だったもんね。なんでこんな差つくんですか。レオナ 5% か。レオナとリドルは 5% か。いや 4% でしょ。レオナとマレウス 4% でしょ。いや来てくれよマレウス、来てくれよ。レオナ3体と偏りすぎでしょ。嘘でしょ。バーナ何回目よ。バーナガストン。いやガストン2体目もえぐいな。ガストンセレボ引いてんじゃね俺。ガストンセレボ引いてる説ない。ガストンハムセレボやば、ある意味激アツですね。こんなんで2体手に入るんか。いやマジででね、マジで出ねえ。ジェシー、正直ジョン、いやもう俺200万使ってるんですけど、200万ゼロで。ガチですか。きちいでございます。皆さんこれスキリオン持ってくなんて至難の技じゃないですかこんな。いやこっちレオーナの 4% はもう4体出てるんですか。おかしくないですか。ちょっとおかしくないですか。マジか。
マジできちいんですけど、マジっすかこれ。これがやっぱ三眼にセレボの沼みたいな感じですよ。こんだけ出ないんですよ、やっぱ26分の1。この 4% より低いですからね、三眼にセレボは。これで今スケマネゼロなんで、他のツイスト粒は出たもんね。ガチかこれ。嘘やろ。おい、レオナ5体目なのにスケマレゼロっておかしない？でレオナ 4% だったじゃん。いやもう748万まで引くけどさ、とりあえず。お前おかしいやろ。もう 4% 6体出てるやん片方。おかしいってこれ、絶対確率おかしない？さすがに。これ2連続出るのもちょっとええみたいな感じだけどね。いやーマジで出てないよね一体も。うおかしない？これガチ。嘘やろ。嘘やろ。嘘やろこれ。嘘だろ。ガチやばすぎんこれ。吉よ。ぎ終わってしまう。そう。ガチですか？これ。本当に信じられんのだが。いやリドルとかも3体ぐらい出てるよね。これもう4体目とかでしょ。いやこれでもう300万使ってるよね。300万とかプレチケも1枚あったんで303万で0体っす。ふざけんなよマジで。いやマジで皆さん三眼にセレボこういうこと起きるんでマジで気をつけてください。これいいつむつむ注意喚起になるんじゃないかな逆に。そういうところを見せれてよかったか逆に。はい、ということで皆さんお気をつけください。ちょっとテンション下がるわ。